この曲のベーシックなコードチェンジって2コードなんです。1番のトニックと5番のドミナントの2コードで際立ってシンプルなコード進行。1番5番、超簡単。で弾いたり、なんていう風にラスギャードで攻めていったりっていう風に何度もこれ出てくるんで、いろんなバリエーションを楽しみたいですよね。その時にね、何弦まで鳴らしていいのかっていうコードの概要と変速チューニングの関連性が認識できているかっていう。でこれ4弦でね、人差し指と中指ということになりますね。まあ、一応書いておくと、ここが4だと。でここのパラパッパっていうのが1、2を使うことになりますと。で4を横に引っ張ってローポジションで押さえた形の D7、 これがこう使われますから、1弦から4、2、3、4、2、4、2、3という指使いになります。ここが1弦から4、2、3という指使いになりますよ。で合いの手が入って一本勝負ですよね。人差し指ね、なんです。1弦が埋没しないようにしたいので、こういう角度論で言うとですよ、親指がナローに当たるように手のひらが上を向くような方向に軽くシフトした状態で1弦までこうやって弾いていく方法もあるんですけど、これを1弦の方向に向けた時にこう角度をこうだったものをこう返してくることで、あのトップの弦を強調することができます。あるいはラスギャードで人差し指だけでも薬指からでもという方法もあります。ラスギャードは基本的にはこの形から前に指を出すだけです。この動作にこういう挙動がついているものと思ってください。でもうここも成り行きですよね。もちろんで肘を締めてるとこういう細工がしづらいので、肘を左前方に開ける感じで、特にここがそうです。で親指の形はこうですね。D7 からは Gm に進行することができるから、まずこう入りますよね。ただでここでキーオブ Gm、 Bb に転調してきたぞと。で今度は Gm じゃなくて Bb っていうようなことにしてるんですよ。